2対3対2の3分線、3番手2番の下が出るタイミングを伺いますか。少し優等と車間を空けます。そして4番の下も6番手車間を空けて牛田から動いていきそう。愛知勢が動いて北日本勢も中段から踏んでいきますでしょうか。残り2周3つのライン折り重なって2番の下が内面アウトコースが4番の牛田がここでバックを踏みます。中段から上がった2番車の下が先頭に変わって水森が4番手に車を下げて牛田が現在6番手隊列が変わっています。鐘が入りました。中段から抑えた2番車の下に対して後方動き出すか。4番車の下行きません。4番手から水森が行く。東京勢が4番手から先に縦に打ってまいりました。2番の下を叩いていって1番車の水森が先頭に変わる。追走は5番車の寺沼です。東京勢が先頭2番手まずは出ました。そして3番手後ろを振り返って2番車の下、4番の牛田は依然として6番手。さあ一本棒3番手からここで2番車の下がまくってくる。2番手引きつける5番の寺沼が引きつけていって2番車の下がちょっと苦しくなった。切り替えていった7番車の下に大外分回して4番車の下も伸びてくるか。4コーナーを回ってくる番手から5番の寺沼最後は抜け出したが内は1番の水森アウト7番の宇佐美。